そして、ちゃんまるでーす。ちゃんまるさーん。みんな、元気？あー。ということでね、今日はですね、ちゃんまると二人でやっていきたいと思います。ということで、ちゃんまるさんですね、ウエスト症候群でね、入院してたところから退院して、まあ1年11ヶ月が経ってね、まあもうあと1ヶ月で、ね、2年に迎えようとしているんですが、今のところね、とりあえず、ね、脳波の検査も順調で、特に問題はないのでね、まあ残りの1ヶ月も多分何もなくね、過ごせるんじゃないかなというふうに思っております。そしてね、まあ2年経てばね、まあ結構今かかっている病院の先生からはわりかしね、まあ再発は しにくいんじゃないか、まあ2年以内にねする子が多いというふうに聞いているのでね、まあとりあえずはそこをね目標にあと1ヶ月ね過ごしていきたいなというふうに思います。みーちゃんまるさんね。ということでね、ちゃんまるさんもね今もうあと1ヶ月すればね、まあ1ヶ月しないで、とりあえず今月のね、末ぐらいがお誕生日なので、もうすぐ4歳になるんですが、みんちゃんまるさん。最近物分かりもすごいいいね、ちゃんまる。ね、なんか要求があるとね、まあこういう感じでスマートフォンをね、持ってきて見せてだったりとか、ちょっとね、指さしはそんなにしなくて、ちんまるちゃんは結構指さしてこうやって、あれとか、これとか、これちょうだいとかやるんですけど、ちゃんまるはね、あんまり指さしはしないので、ちょっと今後、かなぁとは思うんですけど、ちんまるちゃんの方がね、指さしたりとか、は結構してますね。みーちゃんまるさん。まあね、ちゃんまるはちゃんまるなりのね、やり方で物持ってきたりとか、まあ何かしらのアクションはするのでわかるんですけど、指さしに関してはね、やっぱちんまるちゃんの方が、するなぁという印象です。姉ちゃんまる。まあただね、ちゃんまるもね、まあこの4月から、まあ療育園の方に行き始めてね、まあ、4、5、6っていう3ヶ月がね、過ぎて、今4ヶ月目に突入してるんですけど、結構ね、もう、園での、1日のルーティーンは、本人なりに分かってくれたみたいで、最近はね、バスでバイバイって最近すると、なんか、えーんってなってたのも、泣かずにね、ちょっと泣きそうな感じのくしゃっていう顔をするんですけど、泣かずにね、とりあえず、ね、出発まではね、バスの出発までは泣かずに、いるのでね、そこも進歩かなというふうに思います。みーちゃんまるさん。そういうことでね、残り1ヶ月でね、まあ、退院から2年経つのでね、まあ何もなくね、残り1ヶ月も過ごせたらいいなというふうに思います。みーちゃんまる。ね。そしてですね、まぁ、ちょっとね、今現在ね、ちゃんまるが履いていた、靴なんですけど、整形の先生にね、まぁ、頼んで作ってもらった靴なんですけど、ちょっとね、今修理が必要になってまして、まぁ、修理にね、一旦、まぁ、修理するかどうかちょっと、金額とかを見て相談したいと思うんですけど、ちょっと今ね、靴がね、違う靴を履いてて、姉ちゃんまるさん今日からね、違う靴履いてんだよね。ちゃんまる。またね、そのことについてもね、他の動画でね、上げていきたいなというふうに思います。姉ちゃんまるさん。ちゃんまる最近あれだよね。みんな、元気？あー。が好きなんだよね。姉ちゃんまる。これね、みんな元気って言うと、はーいってちゃんまる言うんだよね。姉ちゃんまる。みんな、元気？あでもね、なぜかね、名前を呼んだりとかしてもね、はーいは言ってくれないんですけど、これのね、声かけをすると、なぜか、はーいって言うんだよね。みんな、元気？あということでね、まあね、もうちょっとしたらね、4歳にもなるので、名前でね、まあ、はーいって返事、声を出してね、返事するのができたらいいな、というふうに思っていて、まあ、声自体はね、出るので、ちょっとね、それをね、教えてあげたいな、というふうに思います。ということで、姉ちゃんまるさん。ちゃんまるさーん。ちゃんまるさーん。はーい。はーいわ。うん、ね。手あげるだけだね。ちゃんまるくーん。ということで、
ちょっとね、声出さないっていうのをね、ちょっと次は覚えてもらいたいなというふうに思います。ということで以上、ちゃんまる退院してから1歳11ヶ月の記録用の動画でした。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。ちゃんまるバイバイ。バイバーイは言わない？バイバーイいつも言ってるよ。バイバーイは、バイバーイは、え、言ってよ。バイバイは言わないの。バイバーイ。バイバーイ。言わないの。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録がまだお済みでないという方はこちらから、ちゃんまるとちびまるの成長動画を、そしてこちらからゲーム実況動画も上げてますので、ぜひぜひご登録お願いします。そして Twitter 気になるという方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひ Twitter もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。ちゃんまるバイバーイ。